行くぞ。すっげー、オーストラリアっすよ、マリー先輩。コアラはどこっすかね、カンガルーは。おお、うん、なんすか。パブロバッターミント、オーストラリアの代表スイーツだろ。おい、げえ、甘そうっすね。あしゃぐな、タケどもが。俺たちはいわば戦場へ来たのだ、観光ではない。すみません、真田副部長。金ちゃん、元気出しや。腰前、とうとう来おへんかった。せやな、越前君も日本代表やのに。あの小僧が。ここがアンダーセブンティーンワールドカップの開催地、僕たちがいるなんてなんか夢みたいだね。貴様たちがこれから見るのは夢ではない、地獄だ。この地で貴様らは世界というものの恐ろしさを思い知る。望むところだぜ。ワールドカップ前に明日一日プレワールドカップとしてエキシビションを行う。各国高校生と中学生で組んだダブルスを3チーム出して戦う。スポンサーやマスコミに向けての顔見せのようなものだ。戦力を隠してくる国もあれば、全力を出して勝ちに来る国もある。戦いはすでに始まっている。はい。フランス代表カミューとトリスタン、今入ってきたのは地元オーストラリアだ、スイス、ギリシャ、そしてあれがアンダーセブンティーンワールドカップ9連覇中世界最強チーム、ドイツ代表のユルゲン・ボルクだ。ボルクってプロテニス選手。しばらく好きにしろ。いや、テスコ、テスコ、大石。お前どうしてここに。ドイツ代表でワールドカップに参加することになった。ドイツ代表？すごいじゃないか。